皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちら、秋葉原の参考レアものショップで購入したジャンク袋、開封紹介していきます。こちらのジャンク袋980円、ノークレームノーリターンということで購入してきました。参考レアものショップさんというと、ガジェット系がいろいろ売っていまして、はい、今回もねガジェット系の詰め合わせなのかなとは思っています。今スマホ用のねガジェット、自撮り棒とかね、売れ残り品とかたくさん秋葉原で見かけるので、そういったものが入ってるんじゃないかなとかね、ちょっと想像しています。それではね早速開封していきます。それではね開けていきます。最近なんかね秋葉原、別にお正月じゃないのにこういうジャンク袋、福袋系ね結構売ってますよね。一体どうなっちゃってんですかね。はい、ということでね開けました。それではちょっとねこちらに置いてね、一つずつね出していきたいと思います。それではね早速一つ目取りたいと思います。はいはい、なんかでっかいのと小さいの入ってるんですけど、小さい方からいこうかな。じゃか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 、じゃん、何これ、何これ、SD だらけのカードリーダーペン。うわ、なんだこれ、 SD カードが4枚同時に読み込めるというね、 USB リーダーがついたカードということでね、うわ超便利とか書いてあるけど、 SD カード4枚で読み込みしないな、面白い、すごく面白い。うん、こういう系来るならまあ個人的には当たりじゃないかなと思います。続いてね2つ目、同じようなのがねもう一個ここにあるんですよね、手元にね。じゃあ行きたいと思います。行きます、じゃん2個来た、まさかの2個。はい、 SD だらけのカードリーダーペン、いくら余ったからって2つはねいらないですね。じゃあ3つ目かな。あ、なんかでかいのが入ってるんですよね、わかりますか音ね、袋に入ってる感じの、これいきたいと思います。結構箱に入ってて大物だと思います。じゃか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 、じゃん、え、なにこれ、なにこれ、これちょっといいんじゃないかな。え、持って歩けるハンドミスト付きモバイルバッテリー、なんかいろいろ機能つきすぎじゃね。スマートフォンの充電可能なモバイルバッテリー機能いるのかな。で、なんか値段がね2480円ということでね、あーこれ欲しかったわ、なわけないわいやないわ、ちょっと、まあ、ちょっとねハンドミストはね試してみたいなって感じはします。でもねモバイルバッテリー機能はいらない。よし、気を取り直して4つ目、もうだいぶね中身ないんですよね、4つ目といってもね。うわ、なんかでかいのいっぱい入ってるな。じゃあ4つ目、これいこうかな。うん、これもなんか結構良さそうな感じだな。いきます、じゃん、あ、何これ、あ、なんか iPad 用の、はい、カードリーダー、はい、5個ね、なんか読み込めるそうです。あ、しかもね、形式がね、ちょっと古い、iPhone とかで言うと 4S ぐらいまでのにしか対応してない感じのね機器ですね。あ、これ使う人は使うんだろうな。なんかねテレビに出力したりキーボード使えたりねするそうです。はい、ということでね、古い感じはするんですけど、まあ、使えないことはないかなと思います。じゃあ5つ目いきたいと思います。こちら、じゃん、何これ、なんだこれ、あ、すごい、ペン型赤外線無線カメラ、あ、これかっこいいかもしんない。ペン型カメラとか超かっこいい、スパイとかのグッズですよねでも、はい、ジャンクで返品保証なし。うわー、これ、うわ、超高い、値段、ここ、見えてるかな、14,800円、高、本当かな、これ、やばい。大丈夫かな、この
赤外線オンの状態のね映ってる画面がトイレの中なんですよね。盗撮しちゃってるよね完全に。これ大丈夫かな大丈夫かな、まあいっか、うん。いやでもこれ超当たりじゃないですか。後でね開封したい。じゃあ6個目、これ結構当たりじゃないかな、楽しい。6個目、なんか小さいの入ってますので、小さいの行きたいです。6個目期待しないで、はい、じゃん<笑>いらない、なんだろう、スマホミラーということでね、はい、お年寄りがねこんな感じでねスマホをね大きく画面して見えますんでね、はい、こういう風にね、はい、大きくしましょうこの人いらないね、ま、これねなんかね100均とかじゃないのかな、ほんと参考さん、うん、じゃあ6個目、これ最後かな、これ最後っぽいな、なんか結構でかいんですよね。じゃあ行きたいと思います。これね、なんか iPad とか入ってんのかな。じゃあ行きたいと思います。じゃん、何これ、え、何これ、え、虫バキュームハンターということで、なんかね虫が捕まえられる、虫が捕まえられるしかも自信満々のね、このね、なんか若いのか年なのかわからないお姉さんのねこれは何なんだろう、ちょっと微妙だな、値段も1280円、はい、らしいです。まだ入ってんのかな、うん、あと1個2個ぐらいは入ってそうですね。じゃあ何個目だっけ、7個目かな、はい、出していきます。あ、なんか結構下の方に入ってる、なんかカスみたいのが入ってますね、カスみたいなのとか入ってあ、やばい、なんかやばい、なんかもう一個これ入ってそうな手触りするちょっとこれ出してみようかな、いきます、じゃん来た、同じの2個入れてくる系ね、これいらない、もうね、うん、8個目、ケーブルがいっぱい入ってるのかな、箱の商品だとこの辺が最後なのかな。じゃあ8個目、じゃん、わかんない、ちょっとね見てみます、なんだこれ、もしもしウォッチでててて、んっていうことでね、はい、ちょっとよくわかんないんですけども、スマートフォンをポケットに入れてカバンに入れてても着信が来るとバイブレーションが鳴ってそのまま通話できるということでね、もしもしウォッチってもしかしてスマートウォッチ的なやつですかね、これちょっと楽しいのかな、全然画面とか出ない感じかな、うん、ちょっと後でね試したい。じゃあ9個目か、これ超楽しいな、超楽しい、サンコレアモノショップ超楽しいわ、え、9個目、あ、まだなんか箱ある、結構重い、あ、これね、なんかモバイルバッテリー系かな、なんか箱重いな。じゃあ9個目いきます、ほい、え、なにこれ、あ、手帳的なやつですかね、iPhone でお手本を見ながらメイクアップということでね、はい、なんだ、これが私のメイクスタイルいるのかな、初のライトに拡大鏡付きミラー、女優ミラー、 iPhone6S ケースということでね、あ、6S ケース、あの、この間ね僕のお友達のねスマホ iPhone6 だったのでね、はい、ぜひねプレゼントしてあげたいと思います、はい、うん、ピンクですよこれ、これちょっとね男性の方使えないですよね、女性の人方でもちょっとピンクってね好きな人とね嫌いな人いると思うんですよ、うん、じゃあもう最後なんかね、あのケーブル類がいっぱい入ってるのでまとめてね出しちゃいたいと思います、これ最後かな、はあ、ということでこんな感じいやない、はい、なんていうんですかね、カナル式イヤホンのね耳部分、あー、USB AM 短波ラジオのアンテナ、あー、同じの2つですね、はい、アンテナ2つということでこんな感じです。ということで今回はこちら秋葉原のサンコーレアモノショップで購入しましたジャンク袋、開封紹介してきました。表面上ねパッと見結構なんかね当たりっぽいのも入ってたんですけども、ちょっとね
動画にしようと思ってね、今充電してるんですけども、なんかね、やばそうな感じのがね、多い気がします。ということでね、次回ね、紹介していきたいと思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。